しゅん、うん、別れよっか。え、井川は大学の時に男と同棲してたって。違いますよ。自分を隠して生きてきた僕の前に、いや、ずっと忘れられなかった恋人が突然子供を連れて現れた。俺はやっと渚のこと忘れて生きていこうとしてたのに。だったらなんであの時一緒にいてくれなかったんだよ。やっと分かったんだ、俺が求めてたのは旬だって。私、井川さんのことが好きです。パパとママとしゅんくんもみんなで一緒に暮らそうよ。大成功。連れて帰るから。待てって。待て、話して。俺、お前とソラちゃんと三人で生きていきたい。神様と腹いせにソラちゃんを引き取りたいのですか。違います。ソラちゃんがあなたたちゲイのカップルの下で育てられると、この先どんな苦労が待ち受けているか。差別的先入観に基づいた議論を求めてるにすぎません。誰が誰を好きになろうとその人の勝手やで。好きに生きたらいい。もう自分に嘘をつかないと決めた。これが僕たちの物語。 His